はい、こんにちは。栃木の竹市の城です。今からね、人参を掘ります。はい、今朝もね、マイナス5度ぐらいまで下がったのかな。結構寒いです。はい、で手で抜けないんでね、いつものようにスコップで、脇からスコップを入れて、掘り起こしたいと思います。よいしょ、前回取った残りですね。ちょっと風が来たね。ちょっと風がそよそよと今吹いてきました。よいしょ。よいしょ。あれれれ、ダメだ。凍って割れちゃいました。さすがに割れたやつだね。まずいかね。まだ凍ってます。もう今の時期ですとね、もうほとんど日中でも氷溶けないんじゃないかな。よほど暖かい時でもないとね。でここ2、3日、プラス側の温度が、2時3時の頃で8度9度10度いかないんでね、多分畑の土は1日中凍ってる、そんな感じじゃないかなと思います。よいしょ。まあとりあえずこの一角は全部抜いちゃいます。よいしょよいしょ。結構ね、こんな大きいやつもあるんでね、そこそこ食べられるかなと。よいしょ。ちょっと風が出てきましたね。いいか。掘らなくても抜けますね。抜ける抜ける。よいしょ。よいしょ。あんまり小さいのは捨てます。よいしょ。あららら。凍ってるんでね、指に引っ張るとやっぱり途中から折れちゃいますね。よいしょ、ちょっとスコップ入れます。
ちょっとね、地面から浮かしてやれば簡単に取れるんで。いいよ。とりあえず動画の方はね、この列で終わりにします。延々と撮ってもしょうがないんでね、はい、でこんな感じですね。よいしょ、うまく映るかな。よいしょ、はい、こんな感じです。この後ね、もうちょっと撮って、終了したいと思います。